ダメだよ、あのパコった相手は話したらダメだからね。なんか勘違いしてる人いるけど、あくまでプライバシーを晒す枠ではないので、パコった相手は絶対言わないでください。パコったんだけど、この話を誰かにどうしても聞いてもらいたいっていう悩み相談枠だからね、これ、うん、悩み相談枠だから。パコワングランプリはあんだけいたリスナーはどこに行ったんだ一体あんだけいたリスナーどこ行った？500人アクティブあったのにな。あ、リスキーな企画だから、まあ雑談しながらやっておきましょうか。暴露しない？暴露しない大丈夫？ハート10個ありがとうございます。アイテムありがとう。でもね、なんだかんだね、パコりまくってるから、生主は。パコりまくってるから、リーク枠だからね、俺はあくまで。まあ、これはね、いろんな人がね、結構ね、冒険しながら結構突っ込んだトークをしてくれるから、面白い企画なんですよ。結構突っ込んでますよ。ワード2第2弾ですか？第2弾ですよ。パコワングランプリは永遠に不滅ですよ。人気企画ですからね。人気企画。みんな大好きパコワングランプリだから。じゃあ新しいフォロワーさん紹介していきます。新しいフォロワーさん、トゥーさんフォローありがとう。ポンコツさんフォローありがとう。ペドロさんフォローありがとう。タムサブローさんフォローありがとう。ケンさんフォローありがとう。ちちゃさんフォローありがとう。マムさんフォローありがとう。ゆきちさんフォローありがとう。ひじうちアリアさんフォローありがとう。じゅんたろうさんフォローありがとう。たつやさんフォローありがとう。マグマ小林さんフォローありがとう。武田さんフォローありがとう。チューマンフォローありがとう。キュミさんフォローありがとう。ユウさんフォローありがとう。ケンさんフォローありがとう。アールグレイさんフォローありがとう。アイコさんフォローありがとう。浜風さんフォローありがとう。水沢不正寺さんフォローありがとう。ビゾンテさんフォローありがとう。吉成さんフォローありがとう。ベリーさんフォローありがとう。タクさんフォローありがとう。ビリオさんフォローありがとう。マルスさんフォローありがとう。ベックさんフォローありがとう。メルセデス・ベンツさんフォローありがとう。オセキンコさんフォローありがとう。西シコシコさんフォローありがとう。前迫勇者さんフォローありがとう。カラスマルさんフォローありがとう。ピルちゃんフォローありがとう。ダライキさんフォローありがとう。ナーさんフォローありがとう。ファミオさんフォローありがとう。マルタカさんフォローありがとう。すごい増えたね。めちゃめちゃ増えたな。こんなに増えると思わなかったわ。やば。スロットってすごい人気あるんだな、やっぱり。FX とかに近いのかもしれないよね。FX とか。まだやるんかい。あ、やるよ。全然やるよ、今日は。とことん行こうよ。パコワングランプリで、また神回を作ってさ、神回で、2連チャンで行きましょうよ。なーちゃんフォローありがとう。ワドさんがスロやったから楽しかったかというのもありますね。いやー、どうなんだろうね。やっぱコンテンツがスロットっていうでかいコンテンツだから、なんかそこにやっぱファンがいるっていう風に俺は把握してるけど、やっぱ雑談だったらあんな500人とか集まらないから、100人200人だったらね雑談集まるけど、それをねはるかにしのぐ
ね、人が集まったから嬉しかったですね。スロット配信で最高同時閲覧150人行ったことあります。おお、いいね、いいね。ただね、疲れてくるね、途中からやってて肩も痛くなってくるし、最初の方喋れるんだけど、ただ喋るだけでもね、あれだけど、もうね、なんかどん詰まりになってくると厳しいもんあるなと思って、なんか精神的にも萎えてくるし、コメントにだいぶ助けられたよね、本当に。今日は本当に今日はリスナーさんにマジで助けられた回だったなと思って、でも面白かったね。なんかリスナーさんとめちゃめちゃ噛み合ってた感じがして楽しかった。マミリーいらっしゃい、ワドツでございます。パコワングランプリですよ。パコってますか皆さん、パコってますか。はい、パコったな。パコってね、どうしてもね、聞いてほしいと、あの人のこんなことやあんなことをぜひ誰かに話したいというね、勇気ある読者さんをお待ちしてます。ちなみにね、パコワングランプリはね、誹謗中傷禁止ですので、パコった相手、自分の名前とかはね、一切、言わないでください。うん。いや、お金使いすぎです。いやー、今日はね、もう全突破だったよね。うん。トゥーさんがやばかったよね。トゥーさんいなかったら今回成立しなかったよね。トゥーさんの解説員みたいなさ、トゥーさんのもう一人いたんだよ。なんか設定カンパしようとしてくれて、ずーっと子役をカウントしてくれてた人もいて面白かったよ。なんか日曜日らしいなと思って。イェイイェイ、花見ありがとうございます。花火ありがとう。いやいや、パリピポー、日曜日を楽しもうぜ。日曜日をエンジョイしようぜ。まあね、絶対ね、リスナーさんの名前と、パコった相手の名前は、言いませんので、パコったことを話したい人だけ募集します。和道さんはコメントもずっと意識して読んでくれてたから大変だったと思います。コメント読まないで写してるだけなら少し楽だと思うんですけど、後半はきつかったですね、でも。いやー、トゥーさんありきでしたよ、今日は。トゥーさん大活躍だったもんね。皆さん、今日スロット配信を手伝ってくれたトゥーさんにパチパチお願いします。トゥーさんありがとう、本当に。ずっとね、設定のこととかね、役とか、どういう風に打ったらいいよっていうのをトゥーさんが、ずっと、教えてくれたので、トゥーさんありきの放送でした。トゥーさんありがとう、本当に。ありがとうございました。まさにリスナーさんに助けられた、本当にいい配信だったと思います。もうコメントさばききれないわ、あの量は。無理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 。それをね、やりきったらかっこよかったんだけど、閉店までね。さすがにあそこは引くべきだったよね。引いて正解だったと思う。トゥーさんよかったよ。トゥーさん本当にありがとう、今日は。トゥーさんサンキュー。ご情報を流しました。全然いいじゃん、それも面白い醍醐味でしょうね。新しい台なわけだからさね。でもね、リスナーさんがね、いろんな台を教えてくれたから、そういうのも打ってみたかったね、本当に。他の台も打ったらさ、喜んでもらえたと思うけど、申し訳なかったね、電波の関係で。コメと映像を同時に見れて勉強になりました。面白かったよね、なんかね、うん、なんか一体感が久々にあったね。すげえ面白かった、ありがとう。このまま突っ走ろうぜ。パコワングランプリで盛り上がってこうよ。ねえ、新しい。マルさんありがとう、本当に。うん。でも40名近くのね、新しいリスナーさんと出会えたんで、本当に嬉しかったですね。みんなあったかい人で、スロット好きなんだなと思って。うん。スロット配信は新しかったですよ、僕の中では。すごい面白かった。すごい面白かったね。あ、のんちゃん。あ、ごめん、なんでもない。大丈夫。ねえ、面白かった。すごい。ただね、みんなね、言ってたもんね。のんちゃんに怒られろってね。のんちゃんに怒られてしまえっつってね。のんちゃんにちゃんと報告しろよって。3万9000円負けたかんだよ。理想はいけそうだな。どうですかね、ビラちゃんマンさん。このパコワングランプリにかけてますね。パコワングランプリで電話がかかってきたら、いい感じになるんじゃないかなと思ってます。うん、一回電話かかってくると止まらないからね、これ。ちなみにスカイプもありますからね。スカイプも、スカイプで突出したい人は言ってください。スカイプと LINE 両方対応してます。
いや面白かったよ本当に。いい枠だった。なんか新しいことにトライするってすごい大事なことだなと思って、いろんなものが見えるよね。知らなかったこととか、あこういう感じでみんなやってたんだみたいな。そうだね、気持ち的には楽だね。やっぱりリスマンを早めに取っておくと、まあ先月はそれで苦しんだし、4月結構調子いいんすよ。4月はね結構かなりいい感じになってるから、だからこの流れに乗ってね、旅もパーンって成功させたいし、うまくいったらいいなっていう風に本気で考えてますね。うん、頑張ります。みんなと一緒にね、みんなに会いに行くから旅よ。なんかやっぱりね、配信っていうのは俺はさ、配信者が作るもので、リスナーが聞くものっていう考え方、俺は間違ってると思ってて、出会いだと思ってるの。だから今見てる人と一緒に作り上げていくみたいな感じだから、ね、なんか一緒にいい配信、ね、全員で作っていけたらなっていうふうに思います。でも、最後まで粘らなかったらもうクソ展開だったね、本当に。最後まで粘らなかったら。カブニートいらっしゃい。パコワングランプリみんな大好きでしょ、うん、パコワングランプリ始まりますよ。盛り上がっていきましょう。リスワンちなみにね、先月はね、7回2位だったのかな ?6 回か7回2位連続で取っちゃって。もう苦しかったですね。もう寝れない日が続いたんで、本当に。リスワン狙う日ってやっぱ1日配信分回すのが基本だから。基本中の基本だからさ。初見さんいらっしゃい。ティッシュさんいらっしゃい。楽しんでってください。この企画はですね、生主とパコったことがある人で、相手の誹謗中傷を目的としていないので、完全匿名。まあ自分の名前と相手の名前は完全匿名で、まあ話していただくと。で、まあそれをね、リスナーさんがコメントで予想しては、するのは全然 OK なんですけど、まあ、答えは絶対に言わないっていうルールのもとで、まあ、パコリに至るまでの全ての詳細を告げるというですね、誰かに聞いてもらいたいっていうね、あの配信者と私はパコったんだぞっていうのを聞いてもらいたい人のための枠です。ハブシさんいらっしゃい。ハブシのタイガさん楽しんでってください。6回はきついっすよ。リスワン連続に6回は本当にきつかった。マジで本当にしんどかったね。あ、ブハだ。ブハさんいらっしゃい。ワドツです。ブハいらっしゃい。楽しんでて。みんなで盛り上がっていきましょう。先ほどね、花火をいただきましたので、今月の目標は残り花火、582発になりました。花火ありがとうございます。ハートも10個いただきました。本当にありがとうございます。ぜひぜひ応援していただける場合とか、面白かった場合っていうのは、アイテムとかで応援してもらえると非常に助かりますので、いい回だなと思ったら、ぜひアイテムをよろしくお願いします。あとね、トツは全然女性でも男性でも、生主でもリスナーでも関係なく、分け隔てなくお話しようと思うので、お気軽に声をかけてきてください。よろしくお願いします。前回はね、鮫島さんがね、伝達しまくってくれたんだよね。でも結構いたよね。何人ぐらいいただろう。多分、6人ぐらいから電話来て、5人ぐらいか。4、5人かな ?4、5人ぐらいからね、いろんな女性とか男性とかから、いろんな人からパコった内容を聞けて面白かったですね。前見てたけど面白かったよね、あれね。前回はもう最高だったよね。まあね、大体こういうね、トツ待ちの企画っていうのはね、一回トツが来始めるとみんな俺もっていう感じで流れができてきて面白いんですよ。うん、まあその日の流れでね、閲覧どうなるかっていうのもあると思うんで、最初の一発目のね、トツ待ちを期待しましょう。勇気ある誰かから、トツがかかってくるのを待ちましょう。前回完全匿名やめろって言われてませんでしたが、いやでもね、完全匿名じゃないとやっぱり良くないっていうのは俺の考え方だから、うん、田村さん、田村幕陽さんいらっしゃい。ワドツです。サメちゃんの声って元スマップの中井くんにそっくり。あー似てるかもしんないな、確かに。あーでも
声質が似てるって感じかな。結構、鮫島さん、喋り早いからな。うん。声質が似てるのかもね。モノマネとかできるんじゃないもん。鮫島さん、声真似結構うまいからね。いろんな人のモノマネできるからね。生主って結構ね、カラオケうまい人とかね、声真似うまい人多いんですよ。だから声帯の使い方がうまいんだろうね、多分ね。なんか喉使う人はやっぱうまいっていう印象ですね、僕は。だってさ、完全匿名じゃないとパコった内容とか言いづらくない？女の人とかだったら。俺、自分が女だったら誰々とパコったって話言いづらいもん。だけど、そのリスナーさんだったら声とかバレてないわけじゃん。声とか知らない人が多いわけだし、それだったら安心して、あ、ちょっとかけてみようかなっていう風になると思うんだよね、俺。そういうなんかね、プライバシー守るっていうのはすごく大事なことだと思うけど。はい、ワード2。ゆきさんいらっしゃい。先ほどお世話になりました。ぜひぜひ楽しんでってください。いやー面白かったよ。いろんな出会いがあったね。いやー面白かった。面白かった。まあ、トツがかかってくるまでは雑談をしておりましょう。雑談してまったりやってみてましょう。スロット配信確かに5スロでやってたらね、1万円ぐらいの負けで済んだし、継続してやっていけるよね。ただまあスロット配信メインにするっていうタイプでもないしな、旅配信もあるわけだし、永井先生とか柴田みたいにうまくできるっていう感じしないもんな。なんでこんなたまたまなのかな。なんでスロット配信に人集まったのか、ちょっと分析がうまくできないんだよね。500人って結構異常なことだから、なんでこんな人集まってもらえたんだろうと思って。スロット好きなユーザーが多いってことなのかな？それはすごいよね。あんだけ人集まるってことなかなかないもんね。前回でトッツ出尽くしたのかな？どうなんだろうね。出尽くしちゃったのかな？それだったらね、また、まあ、あと30分ぐらいちょっと待ってみて、もう出そうにないなと思って、もう出尽くしちゃったんだなと思ったら、しばらく半年ぐらい寝かせるかな、この企画は。パチンコなら押さなくていいので、次回は1パチとか。あー、なるほどね。確かにカメラ固定しておけばね、ずっと配信できるもんね。スロット、そうなんだよね。でもスロットはね、動きがあるからね、面白いんだろうね。配信者がいかにでかく負けるかを見に来てる人。ああ、なるほど、なるほど。まあ、飯馬だもんね、やっぱりね。絶対あるよ。配信者負けるところ見たい。俺はでも、その、ね、結構、4万円っていうでかい金額失ったけど、得るものは大きかったと本気で思ってるね。お金がかかる部分をコストをさ、下げてさ、盛り上げることもできるし、ゴスロとかで楽しめばいいだけだしね。こんばんは、初見さんいらっしゃい、江口さん。パコワングランプリという企画をやってます。生の人パコったことがあるリスナーさんのナンバーワンを決めるトツマッチです。完全匿名でやってますので、パコった相手とか、自分の名前っていうのは伏せて、やってもいただきますので、もし、トツかけたいなっていう人はぜひぜひトツかけてください。よろしくお願いします。
パチは右手でハンドル握ってだけですか。そうですね、うん、うまい固定方法があったらね。高架機動隊好きだから見てました。冬さんありがとうね、長い間見てくれてありがとうね。俺も疲れたけどリスナーさんも疲れたよね。単純に和道がスロットって珍しくて見に来た部分あるわ。普段なら絶対見ない。そうだよね、そういう楽しみもあったろうね。あ、和道スロットやるんだみたいな。俺もねスロット配信をメインにしようっていう風には思わないけど、あのすごい面白かったっていうのは正直あったから、たまにやろうぜみたいなノリがあったらやろうかなっていう感じかな。寝台のゲーム性分かってよかった。いやあれはないわ、広角機動隊。あれは全然面白くなかったもん。きついよ。あれだってさ、1000枚出たけどさ、最後さ、あれって結構いい当たりでしょ。なぜスロット配信？いや、僕ね、去年まで生活保護を受けていて、仕事をして、今年から生活保護じゃなくなったんですけど、生活保護を受けてる間は、スロットができないっていうことで、雑談配信をずっとやってたんですよ。で、まあ、生活保護も抜けたし、たまにはやってみたいなと思って、スロットで、せっかくだったら配信でみんな見たい見たいって言ってくれたので、あ、じゃあ、配信、スロット配信にやってみようか、みたいな感じで。そういう感じでしたね。うん。そこです、江口さん。おー、ロハコさんいらっしゃい。あ、ロハコさん、とつまちやってるんでね。もし、生主とパコった話があれば、ロハコさんぜひ、とつかけてください。まあ、ロハコさんの場合は誰とパコったかすぐバレちゃうので、ごしゃぶ事件の詳細を語るだけになってしまうので、ロハコさんのトツは一発でバレちゃいますからね、声でね。ロハコさんじゃんって。今話してるの柏木の話じゃんってなっちゃうんで。そこは声を変えてね、ぜひトツかけてください。今だから聞けるロハコさんのごしゃぶ事件っていう。それはそれで面白いかもしれない。盛り上がるかもしれない。ねえ、逆に聞いてみたいけどね、もう結構ね、時間経ってるからね。柏木、ちょっと待って。あるの？ロハコさん絶対相手の名前言わない？ロハコさん絶対相手の、ちょっと待って、あるの？ロハコさん。ロハコさん、ロハコさんじゃない人、まあいいんですけど、もし、ロハコさんってバレたらまずいんで、匿名っていうことで電話かけてください、じゃあ、ロハコさん。絶対自分の名前言ったらダメですよ。絶対自分の名前言ったらダメですよ。トツ待ってます。はい。ロワコさんぜひトツかけてきてください。自分の名前言ったらダメですよ。あるんだ。やべえな。爆弾だな。LINE でいいですよ。LINE でいいですよ。うん。誰がかかってくるかわかんないんですけど、リスナーさんにご報告があります。たった今ですね、LINE の方に連絡が来まして、ちょっと誰とは言えないんですけれども、とある人から、暴露をしたいということで、LINE が来るそうです。皆さん楽しみにしていてください。LINE がもうすぐかかってきます。いよいよ、パコワングランプリ、スタートです。もしもし。もしもし。あ、もしもし、はじめまして、和道です。はじめまして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 。ちょっと待ってくださいね。音声の確認なんですけれども、今、トツをかけている方の、声は、リスナーの皆さん聞こえてますか？聞こえていたら手を挙げてください。ちょっと今、勇気あるね、匿名のトツ者さんが、今回、パコワングランプリに。大丈夫ですか？声聞こえパコったとちょっと意味違うんだけど、あ、大丈夫です、いいのかな？大丈夫です。うん、しゃぶったならある。ああ、なるほど。しゃぶワングランプリですか。うん。なるほど。ちょっと待ってくださいね。リスナーさん、ちょっと今回のルールを説明したいので、ルールを説明させてください。もしもし？はい。うん。今回のルールは、相手の、まあ、生主さんの名前は完全に非公開ですので、必ず名前は出さないようにしてください、うん。自分の名前と相手の名前は。はい。で、まあ、コメントで相手の生主を予想するのは、まあ、OK ということなので、イエスとかノーとかも答えないでください。聞かれたことには答えないということですね。そうです、そうです。そうすると、結局、うんとかその人だって言っちゃうと、結局、匿名じゃないのと一緒なので、
そこ気をつけてください。で、ただし、パコリに至るまでの詳細はすべて正直に全部告げていただいて全然構いませんので、よろしくお願いします。正直でも何もうちに来てしちゃったってこと？ほうほうほう。え、ちなみになんですけど、それはニコ生の人ですか？ツイキャスの人なんですか？ちょっと言えないですね。おー。なるほど、なるほど。あ、全う然ち言えにないこことっては。来て、はい。で、いい体してるねって言って、はい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 。はそれがだんだん進んで、い。しゃぶっちゃったって。例えばなんですけど、相手の方はバイセクシャルの方なんですか？ドバイでしたね。あ、じゃあ、その男同士 OK みたいな。OK だけど、僕は OK じゃなかった、最初は。あ、その人のことは最初好きじゃなかったんですか？いや、僕が嫌われてた。あー、なるほど。あ、リア凸だった、単に。単打のリア凸だった。はあはあはあ。え、それは、なんですか？初めてリア凸されたその日に結ばれたんですか？そうですね。食べちゃいました。ああ、え、それは、あ、これはダメか。ですね、難しいな。相手は結構、あれですか？有名な方なんですか？それとも過疎の方なんですか？過疎なまでしかな。過疎生主ですか？え、それいつぐらいのことなんですか？今年です。今年？二人。2人？え、別の人がいるんですか？二人、別々の日に来た。懲りてないな。え、別、え、2人っていうのは懲りてないって何が？ 懲りてないだっな、て本全人の承諾のもとだからいいじ然。まあ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 、そうですね。全然懲りてないな。え、ちょっと待って、今年入って2人は別々の人ってこと？それとも2回ってこと？同じ人と2回ってこと？別の人同士、別の日に別の人が来て、2って回いパう。コ、別の日に別の人が来て、じゃあ、別パ々クっの2人た。をパク、パ、えパクった。ー、えー、マジで？え、その2人ともゲイの、バイセクシャルの人？ゲイではないけど、ニューハーフ好きとか。あー、まあ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 、ゲイ寄りというか、まあ、そうですね。ほー、結構若いんですか？相手の人は。20代です本ね。当懲りてないな 本当、懲りないじゃん。本ここは当に、懲りようがない。こってこてのゲイですね。じゃあ最近あれですか？肌の感じとかテンションとか上がってるんじゃないですか？なんかこ疲れるね。若い子を相手にするんで。向こうのがう。はハッスルなんでね。い。え、ちなみにどういう流れでそういう流れになるんですか？その、口説き文句というか。いい体してるねって触っている口に、あそこを触っていいってなって触って、え、いい硬よっくてなっ言うんですてか？る相じゃ手ん。は。ちょっと見してって言って、そほう。のままずるずるずるパクッと。パクッと。え、それはもちろんペット。フィニッシュまで。もちろんフィニッシュまで。フィニッシュは、そのフィニッシュはどういうフィニッシュなんですか？口の中でフィニッシュ。ほう。触っただけでフィニッシュっていう人もいた。ああ、なるほど、なるほど。え、それは向こう側からロハコさんに会いたいってコンタクトを取ってくるんですか？そう、リア凸ですって言って、売名させてくださいって。お酢入れていいですかって言っても、入れても来ないよって言って、い。おは酢を入れたけど、その放送中、僕の布団側をに向けて、僕はその子にいいよって言って、いい体してるねって、触っていくうちに、だんだんもやもやしてきて、食っちゃったって。食わしてくれたんだよ。承諾したんだね。まあまあ本人まあまあ、承諾のもとなんで。合意のもとですよね。え、合意のもそと。れは相手は放送で喋ったりしてないですか？放送中、ちょっと、もごついていただけ。あ、え、ね、ちょっと待って、放送中にそれやったの？相手の放送中に？放送中は僕のベッド側を映してたんで、全然問題なかったと思うんですけど。え、ちょっと待って、相手が放送をしていて、フィニッシュしたってことですか？パッ、しゃぶったってことですか？早かったよ。2、3分だったんでね。やば。マジか、アグレッシブっすね、ロホコさん。
あ、いやいや、リスナーさん。リスナーさん、すごいアグレッシブ。すげえな。え、ちなみになんですけど、トータル何人ぐらいの方とそう結ばれたんですか、今まで。生主とは。去年入れたら15人ぐらい。15人 いや、結構うちに来るよ。15、それ、ふかしじゃなくて、今週も来る予定になってるし、若い子15人ってバラバラの15人の男の子ですか？バラバラの15人。リスナーだったり、放送者だったり。一番有名な人クラスで何人ぐらいのコミュニティ人数とか、そのフォロワーの人数なんですか？一番多くて300人ぐらい。300人ぐらい。15人。その後彼らとはどうなるんですか？その一回結ばれたらもうそれっきりなんですか？その2回3回ってあるっていう展開もあるんですか？向こうはもう、すっきりしちゃって、もう来ないとかね。なるほどなるすほど。っきりして帰っていったんで。じゃあ基本的には1回こっきりが多いっていう。ワンナイトラブみたいな。そうね、一回こっきりっていうか、また来たいとき来ればって、なんていうの、ワンしゃぶのみみたいな。だから特定には至れないと思うけど。そうですよね。生主の人っていっぱいいますもんね。ちなみに特定にいたから大騒ぎになっちゃう。そうですよね。ちなみに今一番その理想としてるその大手配信者だとどんな人が、パコった人じゃなくてパコりたいなと思ってる人とか。じゃあ、今、一生懸命モーションかけてる人はいますよ。大手ですか？生主マージャンにも出た人。ほう。どなたなんですか？それはまあパコってないんで、まだ。全然名前出していいと思うんですけど。触るだけは触らせてもらって。もう触ったんですか？それは何？もちろん。直に触ったんですか？それともパンツの上とかから？スウェットの上から。なるほど。それ誰なんですか？それちょっと、まだ、おしゃぶりに達するまでは言いたくない。なるほど、そうでおすよしゃね。ぶりに達したらいいけど、別に。おしゃぶりに達するまでは言いたくない。前回の、生おしゃ主バ、ぶりのとうん。と、前回の生主バージョンに出たんですか？今回の生主麻雀今で。回の生主バージョンに出た方。誰だろう？生主バージョン見てないかな。そうなんですか。それは結構いい感じで、もう本気で狙ってるみたいな。じゃあ、和藤さんに、その人のプロフィールを渡そうか。そうですね。LINE でちょっと、僕にちょっと見せてもらってもいいですか？何でも。メッセージとかでいいんで、LINE の。URL があるんで。URL が。名前言っちゃ、読んじゃダメよ。わかりました。絶対読まないです。わかった？絶対読まないです。絶対読みません、僕は。なるほど。その筋では有名みたいな人？なるほど、そうですね、そうですね。今この人。元プロ選手。なるほど、こなのる。人を口説いてるところ。なるほど、なるほど。いけそう、手応えはどうなんですか、今のところ。今と、て、半々かな。半々ぐらいで。い向け。こうも条件あるし、みたいな。なるほど。だから、一生懸命詰めてるところなんですね。プライベートでは連絡取り合ってるんですか？今でも、その方とは。もちろん、もちろんそう今です日もよね。取ったし。今日も取って。結ばれるといいですね。もし結ばれた際には、ぜひまたパコワングランプリの方に、ぜひ、そうですトね。ツかけてきてください。ちなみに、このパコワこングのラン、人はね、ニコ生で放送してるんですよ。そうなんですか？生主さんなんですね。生主になったんですね。で、ニコ生主かじゃん。
暗黒な話か、麻雀で、はい。に出たうというね。ん。うん。で、多少レベルアップしてる、なるほど、なるね。レほど。ベルいくつだろう？ 30 いくつまで上がったのかな？あんまり言うと特定されますよ。大丈夫ですか？いや、別に確定されても、ニコ知ら生ない。界では、僕はその人を口説いてるのは、ニコ生リスナーは知っているんだよね。なるほど。それだったらまあ安心ですね。ちなみになんですけど、その15人ぐらいと今までまあ関係が結ばれたっていうことなんですけど、一番そのなんかいい思い出っていうか、こいつはすごかったみたいなのってあるんですか？この人はやばいみたいな。ドピュッと出して、は縮まなかったっていうのがすごかったな。あ。ないです。もうそのまま。そのまま、3回ドピュッドピュッドピュッ3と。回。それまで縮まなかった。へえ、すごいですね、それは3回。逆にそれはロハコさんと相性が良かったんじゃないですか？ 3 回。どうだろうね。連絡は取ってるけど、あんまり、返事は返ってこなくなったかな。すごいでロすハね。ローゼに行きたかったような感じ。相手は全員男性なんですか？もちろん男だよ。女性にはあんまり。のんけしか興味ないんでね。なるほど。やっぱり男性が好きなんですね。もちろん。あれじゃないですか？バイセクサルじゃなくてゲイなんじゃないですか？もう何が？完璧なゲイなんじゃないですか？バイセクシャルっていうふうに。だからゲイ9割って言ってるよ、ゲイう9ちの割。放送では。ちなみに女性とは最近あんまりないみたいな、そういうことは。性的関係にはなんないね。お友達にはなるけど。なるほど、素晴らしい。なかなかディープな内容で。ちなみに揉めたこととかはないんですか？なんか。ないね。交渉をして、お互い承諾のもとなんで、揉める必要がない。じゃあ、その、柏木事件の件は、ほら、交渉してないから揉めたんじゃ。だけど、今回は、以後からは、ちゃんと交渉して、本人承諾のもとで喋ってるんでね。ほうほうほう。じゃあ別にその恋愛関係だと、あくまで。その、揉める。恋愛じゃないね。行き当たりばったりで、一回ポッキリってやつだね。アバンチュールとかロマンスってやつですかね。ワンナイトラブとか。そう、ワンナイトラブ。ラブ。ほう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 。一番良かった、すごいな、3連続か。なかなか、3連続っていうのはなかなかないですよね、僕なんて、そうね。人生で、相当ハッスルな絶倫じゃないとできないよね。例えばちなみになんですけれども、名前は伏せるとして、やっぱりその、ね、生主に人脈が多いっていうことは、生主からそういう話も聞くわけじゃないですか。生主は僕の経歴を調べてから来るんだよ。違います、違います。例えば有名な生主とかとも、まあ、お付き合いがあると思うんですけれども、なんか、誰々と誰々がパコったとか、誰々はリスナーを食いまくってるみたいな、そういう情報とかってあるんですか？ないな。あんまりそういう話僕、は。興味ない。僕自体に、他の人がパコるとか、全く興味ない。だから、リスナー情報で入ってくれば別だけど、ソースがない限り信じない。そうですよね。そうですよね。いやー、すごい世界ですね、やっぱり生主っていうのは。正直、あれですか、もう、生主に始めてからそういう出会いが増えたみたいな、その生に見たりとか、リスナーになったりとか、生主になったりとかして、そういう出会いが増えたんですか？もっ。そうだね。生主になったから出会いが多くなった。どれくらい、3倍ぐらいに増えたんですか？倍率的に言ったら。どのぐらいだろうね。まだ、ほら、1年経ったぐらいなんで、統計が取れないぐらいしか、
経験数ないんでね。そうですよね。そうですよね。だから、どのくらいと言われても、1年こっきりで15人ぐらいとしか言いようがない。なるほど。なるほど。確かに。はあ、すごいな。これが5年とか経ってればさ、年間何人とかさ、大体統計取れるだろうけどさ、まだ1年過ぎたばかりで、さ、統計っていうものは取れないかな。なんかそのパコりやすい男性とかの特徴とかってあるんですか？あ、こいつはいけるなみたいな。ああ、あるよ。ああ、ぜひぜひ。まず、僕に興味があって、僕ん家に来るのが第一弾。なるほど、なる第ほ一、ど。第。で、僕ん家に来て、僕に勧める側は何でも飲んじゃう。なるほど、お茶とかを出して、食べ物とかおどん茶どとん、かを出した時に、遠慮しない。受け入れ遠る慮し人。ない。ほう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 。その後、体いい体してるねって責めて、触らせてくれちゃう？ほう、あ、触ってもいい？って聞くんですか？触らせてもいい？って聞くよ。ああ、そしたら、なんて答えるんですか？相手の人は、大体。いいっすよーって。ほうほうほう、いいっすよ、みたいここいい体してんねって、何のスポーツやってんのとかさ、な。どんな部活やってたのとか言いながらペトペト触っていく。その後どういう、ちょっと体見してって脱がして、なるほど、なるほど。いい体してるね、みたいな。そうそうそう、ほうほうほう。で、その後どうなる？ここ感じるでしょうつって、もう始まってる、そっから。ここ感じるよねって言いながら、感じますねって言いながら、どっちが感じるって言いながら、こっちが感じますとか言いながら、やってると、遊んでるともなるほう、ど。ビンビンになってくる。ああ、もうビンビンそうさすせ、と、なるほど。あれ、ほうほう。なんかここ大きいしてるねって言って、触って、ほう。ちょっとそれ見せてくんないって言って、見せてもらって、そこで断る人もいるんですか？もういない。そこまで行くと見せてくれるんですか？なるほど。順序を追ってやるのは、いきなりそこじゃないんなるで。ほど。もう、あるんですね。やり方が。やり方が、順序っていうものがあって、じゃあまあ、そそのれで順序。大きくなったのを、どうするんですか？大きくまな、ず、まあ、見にせ、ぎにぎして、硬いねーって言いながら、硬いで、ね。ちょっと、しこしこしてみる。ほうほう。で、やばいっすってすぐ言う人と、食いますって聞いてくる人もいる。なるほど。向こうから逆に食べますかみたいな。召し上がりますかみたいな。召し上がりますかって言っほう。てくる人もいる。それはすごいですね。ほら、気持ち悪いだけってコメントで書いてあるじゃない。いや、僕はすごい、なんか、すごい話を聞いてますね、今。なんか今何飲んでるんですか、それは。リプトンのミルクティー。あれ、大丈夫ですか？ご病気で、甘いものはあんまり飲んじゃいけないんじゃなかったですか？めったに飲まないよ。そうですよ。何リッターですか、リプトンの。1リットル。ああ、いいですね。1リットル飲み応えありますよね、で、僕。今飲み終わったので、冷蔵庫から、もう1本持ってきていい？それ、リプトンですか？リプトンじゃないけど、次のは読まないと。ちょ、待ってああ、るか、全然、待ってて。待ってます。もう、リスナーさん、釘付けですね、本当に。いやー、すごい話を聞けてますね。まあ、あくまで、この話は匿名ですので、他言無用でお願いします。他言無用で。いやー、貴重な話が聞けてるなー。やっぱりね、生主とパコったら、やっぱり話したいんですよ、みんな。誰かに聞いてもらいたいっていう欲求がありますので、これはね、そういった欲求を満たすための、大切な放送ですので、すごいな。名刀のね、
VC3000 っていうピンクグレープフルーツってやつ。グレープフルーツなんですね、今度飲むのは。うん、ビタミン C100、レモン150個分のビタミン C っていうやつ。体に良さそうですね。うん、ビタミン C だけ取っても、足りないんだけどね。なるほど。とりあえず、酸味のあるドリンクが好きなんで。なるほど。いやー、すごいなー。貴重な話ありがとうございます、本当に。またぜひ、進展があったり、人数が増えたりしたら、ぜひ、とつかけてきてください。こういう企画やってたら来ますからね。ぜひぜひ、よろしくお願いします。今のところ、じゃあ15名っていうことで、そうで、今んとこ15人。被害者の。で、今16名、被害者じゃないじゃん。ああ、そうですね。被害っていうのは承諾なしのものでしょ。失礼しました、大変。そうですね。今のところなので、犠牲者は15名っていうこと。犠牲者じゃないでしょ。本人承諾のもとなんだああ、から。そうですよね。失礼しました。またぜひ、暴露の方お待ちしておりますので、ありがとうごじざいましゃあ、た。失礼します。失礼します。ありがとうございます。いやー、すごいなー。パコワングランプリ、すごいなー。パコワングランプリは、すごいですね。もうとんでもない暴露が 15名。15名の、ねえ、すごいなあ。まあ全然トツをお待ちしておりますので、全然終わりではないですよ。まだまだ行きましょう。全然行きましょう。男は女に飽きたらホモになるんで、なんかすごい説得力がありますね。すごいなあ。パコワングランプリの可能性はすごいですね、本当に。15人はなかなかですね、プレイボーイですね、本当に。ハードル結構高いですよ。新しいフォロワーさん、タンタンさんフォローありがとうございます。いやー、面白い、香ばしい。これぞ、和道のパコワングランプリですよ。なかなか香ばしいね、スロット配信のこのギャップ。いやー、パコワングランプリあくまで誹謗中傷とかを目的としてませんので、特定だけはね、避けていただきたいというか、詮索だけはやめてくださいね。あくまでその、誰かに話したいと、誰かにこの気持ちを受け取ってほしいと、誰かにっていう、あくまでそのね、人助けなので、詮索はしないようにしてくださいね。よろしくお願いします。いや、そのプライバシーに関わることはね、やっぱり言えませんので。よしひぴこさんいらっしゃい。ですね、逆転というかですね、1000枚出ましたね。1100枚出たんで、2万1000円取り戻しました。最後ラッシュは、ちょっと、見せ場は1個作れたかなっていう感じで。というかね、最初のラインに座ってたら、ただ単純に1万円勝ちだったんですよ。大移動しなきゃよかったっていうだけなんですけど。4000円回して、すぐ大移動したんですけど、あれをね、7000円ぐらい回してたら普通に勝ってましたね。わかんないもんですね、ギャンブルっていうのは。ということで、パコワングランプリ続けていきましょう。ぜひね、生主とパコった経験のある方は、ぜひぜひ、ぜひ、参加してください。パコってますか？パコってますか？パコってますか？皆さん。パコりたいですか？4万負け。そうですね、3万9千円負けなんで。それくらい負けましたね。まあ、新しい出会いもいっぱいあったんで、パコっていきましょう、皆さん。パコってばっかりですからね、リスナーと生主なんて。パコってばっかりです。俺、最近スキンヘッドのお釜に告られた。ぜひぜひ、トツ待ってますよ。全然待ってますから。何でも話してください。僕は全て受け入れます。生主はニコ生でもツイキャスでもフワッチでもアフリカ TV でも何でも構いません。生放送をやっている人は生主です。過疎でも中堅でも大手でも構いません。そのエピソードを語りたいという人はぜひ、LINE をかけてきてください。LINE でもスカイプでもいいです。スカイプはまだ表示してないので、スカイプの人はスカイプを言っていただければ。
結構えげつない暴露とかも結構来るんで、なかなかすごいですよ、パコワングランプリは。前回なかなかの内容でしたからね。なかなかっていうか結構とんでもない内容でしたね。超有名な馬主っていう人のパコの話とかも出てるんで、嘘はダメですよ。パコワングランプリはあくまで嘘はダメっていうのがルールですから。私、ゲイの男に最近パコられた。いや、はるちゃん、ぜひ、それは、どういうことだろう。ゲイの男に最近パコられた。ぜひ、トッツかけてくださいね。ぜひ、トッツかけてくださいよ。コメントで書いたらもったいないですよ。みんなに聞いてもらいましょう。みんなに聞いてもらいましょう。せっかくのパコワンですから。コメントで書いてしまうなんてもったいないですよ。緊急報告です。どうぞミュウツーさん、トツかけますか？トツかけますか？どうでしょうか？トツかけますか？配信について脅迫されてる。ほう。ちょっとパコワンの話はずれてしまいますけど、リスナーさん、ちょっとミュウツーさんの悩み相談でも OK だったら手を挙げてもらえますか？皆さんが手を挙げたら、ちょっとミュウツーのその配信で脅迫されている件について、ちょっとパコワンとは趣旨が違うので、ガチで恥ずかしいですよね。まあ、みんなが OK だって言うなら、ちょっとその、通報した。ほう。聞いてみます？聞いてみます？じゃあ全然トツかけてください。皆さん聞いてもらえるという。ちょっとパコワングランプリを置いておきましょうか。パコワングランプリ一旦保留で、ちょっと保留させていただきますね。なんか、ちょっとこう、一旦保留ね。一旦保留で。まあ全然 LINE かけてきてください。なんだろうね。ちょっとよくわからない展開なんだけど。まあ全然。悩みがあるなら聞きましょう。どうぞよろしくお願いします。 LINE をお待ちしてます。何なんだろうね、一体。まだ揉めてんのかな。どうしたんだろうね、気になるよね。何なんだろう、どんな話なんだろう。一つかかってこないですね。どうしたんだろう。一つかかかってこない。 どうすればいいですか、僕は。なんか今、その、なんか脅迫を受けてるっていうことで、もしもし。あ、もしもし、すみません。こっち配信中ですけど、いいですか？もちろん大丈夫ですよ。あ、はい。ちょっと待ってくださいね。あ、これ、ちゃんと、これだったらダメだ。ちょっと待ってください。ちょっと音声入る形になりますけど、いいですかね。大丈夫です、大丈夫です、もちろんです。大丈夫ですか？まあ、なんとなく配信前に、自分もちらっとしか見てないんですけど、孫子の配信見たんですよ、今やり始めて。あれ、ブロックされたんじゃなかったんですか？ログアウトしたら見れます。なるほど。はい。で、なんとなく見たんですけど、そして一言コメント、まあ、ツイキャスでいうテロップですよね。それがミュウツー君を常に監視していますって内容だったんですね。で、自分が聞いた内容、本当すぐ落ちたんですけど、自分が聞いた内容っていうと、ミュウツー君のことは、まあ、寝とる時間は除いて常に監視していますと、配信。で、白血病なのに。あなたの家を特定した上で、近いうちにあなたの周りにビラがまかれますっていうふうに言われました。ほう。はい。で、今、うちのリスナーさんのノアさんが、はい。孫子の枠にいて直接今配信で言われたらしいんですけど、それの内容が、はい。なんだっけ、ちょっとコメント見ますね。ミュウツーのは、ミュウツーの配信を監視していることと、配信をミラーしたり、海外の動画
言われたらしいんですよ。ほうほう。つまり今分かってる情報で言うと、はい、まあ、今まだ配信中なんで、あっちもまだ中にいると思うんですけど、うんうんうん、まずミューズの配信を監視していて、それをミラーしたり、うん、海外の動画サイトに載せるということと、うん、ミューズ名を特定して、その近辺にビラを撒くということを言われてるんですが、これ、刑法的に大丈夫なんですかね。どう、ビラを撒く刑らしいですけど。ビラを。ちょっと分かんないんです。一応、ちょっと疑問がいくつかあるんですけど、孫氏は今、白血病で入院をされてるんですよね。そうですよね。で、まあ、寝てる以外の時間は、ミュウツーさんを監視してると。そうですね、まあ、他のリスナーさん使ったり、はい、ほら、なんかスカイプで裏で、なんか 何十人、何百人も動いてるって話もあったんで、まあ、そういうことなんじゃないかなと思うんですけど。何百人もリスナーいないと思うんですけどね。アクティブで30人、40人ぐらいしか、多分人が集まってないので。ああ、はい、はい、多分そんな何百人も人はいないとは思うんですけど、はい、うん、まあビラは何ですか、病院からこう紙飛行機でこうビラを近所に飛ばすんですかね。分かんないです、分かんないです。ドラえもん使うか分かんないですけど、はい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 、はい、まあまあ、ビラ任せたらどうですか。ビラの内容が僕はちょっと気になるので、うん、そうですよね、お金もかかりますしね、はい、ちょっとビラの内容を見てみたいっていう好奇心があるので、僕だったらちょっと、まあ、ビラで死ぬことはないと思うんですよ、よっぽどのことがない限り。まあそうですよね、そうですよね。どんな内容のビラを巻くのかちょっと、うん、まあもうそれを本当にもし言ったのならもう巻けと、僕だったらですよ、まあ、僕だったらもうぜひ巻いてもらいたいと。でその、巻いてる姿も見たいし、そうですよね、うん、逆に特定されますね自分に、うん、僕だったら前かみたいな。そうですよね僕だったらぜひ巻いてくれっていう風に、はい、うん、はいはいはい、見てみたいですね、そのビラの内容を。そうですね、まあ、ビラでは人死なないので、はい、どう思いますか。任せてみる、まあ、死なないですね。そうですよね、死にはしないですね、とりあえず、はい。でまあビラの内容見たいんで、まあそれはビラ待ちでいいんじゃないですか。ビラ待ちすればいいですか。んだってね、僕だったらまあビラ見たいっていう好奇心の方が強いんで、うん、うん、ビラ絶対読みたいし、海外のサイトに、なんだろう、はい、海外のサイトになんか動画を載せるとか自分の配信だったりとかミラーするっていう話はどう思いますか。それは例えばミュウツーさんがその肖像権を主張するのであれば完全に違法行為ですよね、はい、その放送で言ったのであれば、あ、はいはいはい、まあうん、はい、ふわっちの運営さんは、まあ、対処するとは思いますけど。はい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 、うんはい、うん、で それについても通報しておけばいいですか。そこの内容は通報してないんで。はい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 、まあ、脅迫を受けたっていうのと、ビラをまくっていうのが脅迫罪なのかどうかが僕は分からないので正直、はい、うん、ただまあビラの内容は絶対読んでみたいですよね。あとビラ撒いてる姿は見てみたいですね、白血病なのにビラを撒くっていう。まあ、脅迫的な配信は 今現在されてるというふうなメールを送ったんで、そこの内容も聞くんじゃないかなと。ああ、なるほど、なるほど。はいはい、実際、自分、通報したことあるんですけど、バッチでも、ライブ履歴消しても、うん、まあ、当然なんですけど、うん、まあ、サーブの方にその配信の履歴が残るので、上側の方に確認できるんですよね。はい、なので、全部見ていただければ分かるかなとは思うんですけど、はい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 、はい。まあ、そういうことも分から、白血病だからということも分からなくなったのかなという思いもありますけどね。ほう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 。はい、おー、なるほど。脅迫かどうか。まあ、脅迫じゃなくても、まあ、うん、まあ、まあ、嫌がらせは嫌がらせ。嫌がらせですね。まあ、誹謗中傷じゃないですか。飲み物なんかいる？大丈夫？どうか分かんないですけど。そうですよね。うん。なるほど。まず一言コメントでミュートで名指しにしてるんで、もうそれは完全に名指しにしてますよね、うん、完全に名指しですね、うん、むしろミュート以外の名前が聞こえないっていうぐらいですね、うん、はい、うん、ちなみに言いますけど、ミュートのことを見出して需要あるんかなっていう、うん、
おお、いや、だからまあ、お得意の弱い者いじめだと思うんですまあよ。そうです、そうです。今大自分好きもな。ワクワクで言ってました。ワドさんの言う通りだったなと。まあ、完全にやり方、手口、まあ、それですよまね、スた弱カいイ者プいじとめ。かだかで。ら俺言っとったんです。今ワドさんに突する前に言っとったんですよ。俺なんか嫌いな相手とか揉めとる相手をするんですよ。ワドさんにすればって言いたくなりましたね。いや、僕にはしないですよ。だから、ムツにするぐらいだったら、なんでワドさんの周りに、家の周りにビラをまかないの？なんでワドさんのことミラーしないの？なんでワドさん負けるのからで動す画よ。を海外に載せないのって。負けるからなんでです俺よ。なっていう。負けるからです話じゃよ。ないさ。僕は、だからそこでワドさんが言った通り、弱い者いじめそうなんがですおよ。得意そうななんんですだよ。なっていう、そうです、そう言っとったことがまかり通るので、やっぱりワドさんの言うことが正しかったのかなっていうふうに思いました。僕なんだかからだっ今、て、ちょっと、チンコの動画なんて海外中にいろんなサイトにばらまかれてますし、そんなので全然ワへドこさんのたない。チンコですそうか。ですよ。僕のチンコはもうあれですよ。オープンソースなので。あ、オープンソースなんですそうか。なんですよ。著作権、僕のチンコには著作権がないので、肖像権もないし、すべなてるのほど。権利を放棄してるんで、僕のチンコは。ああ、だからまあ、オープンザ、おチンポってことですね。そうです、そうです。もう世界中の人にああ、拡散されてるので、世界中に愛されてるチンポってことですね、そう、今。そうです、そうです。だからまあ、もうね、もう知らない人いませんから、だからまあ、怖いものがないですからね、僕は、基本的なに。るほど、なるほど。だからまあ、監視させとけばいいんじゃないですか、逆に。どうなんなでるすほかど、なね。るほど。もう正直言うと、もう内輪のノリで盛り上がってるだけで、そうですよね。全然あれなんで。自分も今びっくりしてるんですよ。俺、自分今の配信の一言コメントが続いてたんだったんで。結今一局、言、あの、自分の今の配信タイトル、脅迫を受けましたで、一言コメントが続いてましたのって感じなんですけど、だからちょっとびっくりする感じですよね。あれだったら、あれじゃないですか。警察に被害届を出す上で、ふわっちに、IP の開示とかをしてもらって、で、本名とか特できま定すしちかね。ゃうとかっていうのはどうなんですかね。できるんですかね。どうなんですかね。まあ、やる気があるかどうかっていうことですよね。今、そうなんです。今、コメントでも、口だけなのか、本当に行動するのか、面白いところってところ、まあ、確かにそれは思うところでありますよね。顔出しもできないくせに、そういうことできるのかなっていう。いや、だから、っまあ、ていう多か、分、思おいはあちりょまくっすよて楽しんでるだけだと思うんで、相手は。ね。だから、そうだと思います。だから、するしない別として、反応を見て楽しんでるだけだと思うんそうでです、すね。そうです。だから、反応しないことが一番効くんですよ。そうですね。で、ワドさんの枠にコメントすることも監視されてるみたいで、今日も挨拶回りご苦労様でしたってことをさっき言っとったんですけど、ワドさんの枠もだから逆に言うと監視しとるっていうことになるんで、まあ、忙しい方々ですよね。いや、まあ、なんて言うんだろうな。まあ、なんつうんだろう。まあ、なんか、いじめの構造とかって、弱いものを見つけて、壊れるまで遊んで、壊れたら捨てて、次のターゲットを見つけるだそうでけすね。だと思うんで。そうですね。だから良くないと思いますよ。僕は人の話題とか大嫌いですし、僕は人のネタとか大嫌いですし、やっぱ自分のネタで勝負したいっていう。やっぱりそれ自分で考えて、自分のトークとかでリスナーさんを沸かせていきたいという、人の名前とか使うの大嫌いなんですよ、僕は。だから僕は、まあ、そういう配信者に未来はないと思ってるんで、もうやらせておけばいいんじゃないかという。もう人の名前を使って配信するということはネタを作れないっていうことですから。なるそほど、こなるはほど。もうやらせておくしかない。もうそれしかないわけですから、彼らは。しょうがないですよ。まあ、そういうことですね。まあ、運営さんは対応してくれそうな気はしますけどね、そこまで言ってるんだったら。で、ちょっと話変わるんですけど、この前自分は和藤さんとライントとしたじゃないですか。ちょっとびっくりしたんですけど、夜中に、向こう配信中だったんですけど、こっちで。向こうっていうのは孫子ですか？いや、便所太郎さんです。便所太郎さん、が、いきなり自分の、でも配信してたんですけど、いきなり便所太郎さんご本人がコメントしてきて、今、LINE かスカイプできないかというふうに言われまして、まあ、ちょっとスカイプはバーなんですよ、LINE になりますけどというふうに、お互い配信者から LINE 交換して LINE 電話させてもらって、その孫子の白血病についていろいろ聞かれたんですよ。で、もしも白血病じゃなかったら、孫子のことぶっ潰すって言ったんです、便所太郎さんは。
ってことなんですけど、うんまあ、それではちょっと話ずれるかもしれないですけど、これ、美女太郎さんにもなんかこういうことされたってことを伝えてもいいですかね。いや、言った方がいいんじゃないですか、やっぱり、そういうことされて困ってるっていうことは。はいはいはい。うん、結局、だから、白血病だって言って、その俺、かわいそうだろっていうことで囲いを作ってるわけですから、僕は白血病だろうとなんだろうって言ってることとやってることが違いすぎると思う、人としてないと思ってるんで、だから別に病気だろうがなんだろうが、配信回してたら関係ないですからね。配信まして人として間違ってることやってるんだったら普通に叩かれて当然だと思ってるんで、はいはい、なんかすげえコメントに、はい、なんかいろいろ出てるんですけど、はい、コメントなんかめちゃくちゃ孫子のかこいさんですかね、焦ってるみたいなんで、どこのコメント相当焦ってるんでしょうね今。ごめんなさい、どこのコメントですか。ありがとう、いや自分のコメントで今、なるほど、変なコメントが流れてて、はいはい、向こうのリスナーさんが焦ってるみたいなんで、まあ別にいいんですけど。なるほど。花火ありがとうございます。まあ、ということで、はい。で絶対、あれですよ、便所さんには相談、その困ってることとかあったら相談した方がいいと思いますよ。こういうことをされていて、そうですよね、で、こうでこうで、で、こういう人間ですっていうのは言った方がいいと思いますよ、便所太郎さんに。そうですよね。便所太郎さん、今、ふわっちかツイキャスやってますかね、今、回しますかね、ちょっとわかんないんですけど。いやー、どうなんですかね。ふわっちは多分やってないと思うんですけど。やってないです。ちょ、今、ツイキャス、ちょっと見てみます、ね。うん。ツイキャス、ただ自分コメントできないんですけど、うん、ツイキャス、うん、やってないっすね。じゃあメールで一回、なんか相談があるんですけど、メールっていうか、LINE になりますね。LINE かなんかで、その、なんか事前に、はい、まあこういうことで相談したいことがあるんですけどっていうことで相談しておくといいかもしれないですね。ああ、なるほどなるほど。うん。まあその枠内でじゃあそれ突受けたいとかそういうのは便所さん次第だと思うんで、それいやそれは裏でやろうとか。はいはい、うん。ああ、まあ裏でもいいんですけど。うん。うん。はい。まあまあ弱い者いじめにしか見えないですね僕は。弱い者いじめだと思いますよ。うん、まあさすがにまあ孫子とかに比べた自分はまあ弱い立場だと思うんでね。うん、弱い者いじめだと思うんですけど。うん、はい。そう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 。そういうふうに、なんて言うんだろう、引っ掛け回すっていうのはもうニコ生時代からずっと見てたので、僕は。うん。うん。まあ、彼のやり方ですよね。なるほど、なるほど。うん。まあ、ほっとくのが一番いいと思いますよ。うん。ほっといた方がいいですかね。うん。あのスタイルじゃ僕は人集まらないっていうのは、彼が、その、こっち側、ふわっち側に来て、配信当初から言ってたことなんで、全然変わってないっていう。はいはいはい、全然成長してないし、はいはいはい、反省してない。だから実際人集まってないじゃないですか。あれだけそのなんていうんですか、なんていうんだろう、人がバーンって集まっても誰もフォローしてないっていうのは結果が出てると思ってるんですよ。あ、もうそれは自分も人のこと言えないんで何とも言えないですけど。うん、いや、うんと、どうなんだろうな。うん、要は、うん、そのファン味方につけてないっていうか、うん、うん、自滅すると思いますよ。うん、うん、ほっといていいと思いますよ全然。うんうんうん、どうすべきですかね。一応相談はした方がいいのか、相談したら逆に どうすべきじゃなくて、多分ミュウツーさんがどうしたいか、うん、が重要だと思います。自分は相談したいところですね。うん、だったら、はい、まあ、徹底的に相談して助けてくださいっていうのは言うべきだし、うんうんうん、そんな100人も200人もリスナーいないですから向こうに、うん、今もなんか自分の枠でコメントもなんかミュウツーがなんか悪いみたいな感じのこと流れてるみたいなんですけど、うん、別にお互い和解する機会はあったと思うんですけど、うん、一方的に叩き配信始めた向こうであって、絶対謝らないと思いますよ僕は。絶対謝らないでしょう、ね、絶対謝らないですよ、うん、言い訳ばっかりですから、ぐじ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 、絶対謝らないです、間違いなく謝らないです。うん、うん、これブルックリンさんって和道さんのリスナーさんですか。ブルックリンさん、ブルックリンさんは知らないですね僕は。知らない。初めてブルックリンさんが今和道のかっこいいですっていうふうに言ってるんですけど、だ誰のかっこいいですか。和道さんのかっこいいですって言ってるんです。ブルックリンさん、うん、サムネ見てみないとわかんないな。こっち側でコメント、サムネなしですね。いやー、ブルックリンさん、おう、まあ僕のかっこいいだったら僕がそのうんってならないですよね。まあそうですよね。はい、うん、まあ、っていうかまず僕って僕の放送では囲いいらないって言って、囲いはアンチと一緒だっていうことを常に言ってるんですよ。
だからもし僕のリスナーさんだったら、囲いっていう表現絶対使わないはずなんですよ。あ、なるほど。ブルックリンはニコ生時代からの囲いですっていう無知発言してますけど、これいかがですか？まあ、僕の放送を見てるリスナーだったら、まず絶対に囲いっていう表現は使わないですね。ああ、じ囲いはいゃあ、らないっそうて言いうってる虚言、んこの方は虚言を吐いてるってことでいいんですね。で、ってことまあ、は、そそのれ、リスナーなのかな。でしょうね。だからすり寄ってきて情報収集部隊なんじゃないですかね。うん。じゃあ、例えば僕大変今ですね。180人近くリスナーいるんですけはい。ど、ちょっと聞いてみますね。はい。ブルックリンさんって聞いたことある人、知ってる人手を挙げてください。ブルックリンさんっていう、俺の囲い。俺の囲い。ブルックリンさんって知ってる？知ってますか？知らないよね。いや、みんな多分知らないと思います。知らないってみんな言ってますね。これが現実ですあ、なんかブルックリンさんがね。マミリンさんという看護師さんも和道さんの放送と孫子の放送行ったり来たりで忙しいですねっていうことを言ってるんですけど、このブルックリンさん、ちょっと無知でこれ言っていいかどうか分かんないんですけど、さっきマミリンさんから DM 来て、そのエセ孫子がどうのこうので 相談を受けるぐらいなんですけど、なんでこんなわけのわからんこと、ありもないことを言うかなっていう、まあまあ、アンチでしょうね。まあ、完全にアンチですよね。完全にアンチですね。完全にアンチでしょうね。はい。まあ、ほっといていいと思い何まを言ってす。んだろうっていう。はい。雑談タレントのコメントを見とるぐらいの、だからもう、あの手この手薄っでぺらさ必です死なね。んですよ、多分。あ、パコッと生死に関してはこの後すぐやるんで、ちょっと待っててください。あ、もう大丈夫です。本当ですか？そういうことを伝えたらもう、もう OK。問題ないかなという。とりあえず、あんまり気にしないこと、気にすれば気にするほど、誰が喜ぶのかっていうのを考えてみてくださまあい。まあまあまあ。まあだそうですから、ね。まず、絶対気にしないこと。で、やるときは、徹底的に運営さんに相談したりとか、相談をするのがいいと思います。通報するんじゃなくて、DM を送るんですよ。要ああ、なは、るほど、こうなるいうほど。ことで、こういうことで揉めていて、で、こういう人に相談していて、こうなってるんですって。で、和道さんっていう人も、ずっと、コメントとか、トツとかで、こういうことを発言をするのはやめてくれっていうふうに言ってるのに、ずっとそれを言うと。で、非常に和道さんも困ってると。で、もう、どうしようもないから、運営さんの方から一声、もう関わらないでくれとか、声かけてもらえませんかとか、こういう時どうしたらいいんでしょうかって、運営さんに聞くのがいいと思いますよ。まあ、正直、運営さんにも目つけられてると思うんですけどね、朝原彰晃とかの画像にしちゃうぐらいなんで。だからまあ、その辺とかも問い合わせてみるといいですよね。朝原彰晃の画像とか、ネットの王子様の明らかな画像のパクリであったりとか、そう関です好江ね。さんのパクリとかで、こうやって人のことをバカにする配信者なんですけど、こういうのは放置されるんでしょうかみたいなことは、運営さんに聞く価値があるかもしれないですよね。そうですよね。あからさまの人権侵害してますからね。わかりました。またなんか困ったことあったらいつでもありがとうございま相す。談してください。多分、便所太郎さんは力になってもくいただけくれると思います。ちょっと忙しいからあれなんですけど、困ってることがあったらちょっと相談してみるといいかもしれないですね。わかりました。頑張ってくだありがとうさございい。ました。負けないでください、ミュウツーさありがとうございます。ん。ありがとうございます。お疲れ様で失礼す。します。失礼ありがとうしございます。お疲れま様す。です。なんか嫌だね。なんか嫌だわ。なんかこうやって弱い者いじめ嫌だわ。弱い者いじめ嫌じゃない？生主の。かっこ悪いよ。本当に。なんかかっこ悪い。マジで。すごいダサいよ。自分よりさ、閲覧の低い人たちをさ、自分のリスナーたちを使って貶み入れようとかさ、すごい嫌だ、俺は。姉ちゃんお疲れ、ワトツー。クリームソーダいらっしゃい。じゃあ、パコワングランプリに戻ります。俺はね、弱い者。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。